台本を読んでね、アクションがあるんだ。何も言ってくださいよ。でも考えすぎて、1週間ぐらい前からね、柔軟やってもね、硬いですよね。1週間にはどうにもならない。スーツアップとかやってたので、もう何て言うんですかね、飯食うよりも好きなんですね、おそらく。だから現場も一日でしたけど、すごく充実してて、出来上がった作品を見てね、まあいい芝居してるじゃないですか。ね、おかげさまで。僕は初めてギャバン演じるっていう、そのギャバンズ・グービーの時に、すいません、監督に乗着ってどうやるんですかって言ったら、権利に来てって言われて、暑いのにね、一言目が、すいません、乗着って教えてもらっていいですかって言われて、スローでやるもんで、めっちゃ暑かったんですよ。で、スローでやるから、結構体力使うんですよね、乗着。汗だくになりながら、2人で練習してた覚えがあります。なんかもしもあれだったら、生で見てみたいっていう。あんまり動かないです。行くぞ、光を超えるぜ。キューレンジャーっていう戦隊に出させてもらった時に、それぞれ変身だって名乗ったりするんですよ。でみんな、ヘビ使いシルバーとラッキーのレッドとデカレッドとでギャバンと変身するんですけど、一番変身早いはずなんですよ。 0.05 秒なんて早いのに長いやつかポーズだからなんか得した気分、映ってる時間が長い。さらに変身後の宇宙刑事ギャバンの名乗りも長いんですよ。で噛み合わないんですよね。ヘビ使いシルバーとかやってるのとデカレットやってるのとリズムが違うから、なんかそれを見てて、やっぱ伝説のキャラって得だなって言い色だしね。